じゃ乗ってください。予定通り9時30分発出発やん。乗ってって。いいよ。あ、取っといて。お、なんで降りるときは言えへんの、びっくりするやんか。はい、もう3分も遅なった。いや、ちゃんと手袋してから行ったんやん。そんな慌てていかんて。行きます。まあこっち回らんでもよかったんか。やっぱ今日もヒールドが曇るな。皆さん毎度でございます。今日はね、2022年3月の21日かな、日曜日、昨日も、2022年初の、バイク乗り始めでして、まさかの3月に乗り始めてっていう話やねんけども、今日はね、また最後33キロちょろっと日帰りで、行ってみたいと思います。まあこの辺まとめてね、お泊まりで行こうかなと思ってたりしたんですけども、まん延防止措置がまだ開けてないということで、お泊まりはやめようということで日帰り続けて、まあ日帰りでも行ける距離じゃないんで、とか全然行ける距離なんで、最後2巡目行ってみたいと思います。今日はね、一発目第20何番か忘れたけども、勝王子さんは、バイクで行けないんですね。で、前回1巡目の時は、当時の愛車日産セレナで行ったんですけども、ちょっと調べてみるとバイクで行けると、要するに二輪通行止めのところを通行許可をもらうと行けるん で、それが箕面警察で結構簡単にすぐ発行してもらえるということなんで、バイクで今回は行きたいと思います。だから一発目の、目的地は、箕面警察です。箕面警察で、9時出発予定だったんですけども、まあ、いつものごとく、予定は未定で、出発は9時半になったんで、箕面警察には下道で行こうかと思ってたんやけども、ちょっと遅れを取り戻すために、高速乗っていきます。高速乗って、まあ、高速乗ると、まあ、15分から20分ぐらいは短縮できるんで高速乗っていきます。慌てず騒がず、事故のないように、いつもなんて言うてんやったっけ、まあ、慌てず騒がず行きます。行ってみたいと思います。なんか赤で赤色灯がくるくる回ってんな。あれやな、この阪神高速のこっから近畿道に乗るって初めてやな。いつもまあここなんかちょこっとだけ、阪神高速水肺から乗ってんねんけど、13号東大阪線初めてかな、こっから近畿道に乗るの。多分のあるかな、前にも乗ったことが、だからあんまり記憶にないルール。多分近畿道を走るときは、こっから来へんからね。こっから来ると早いな。だからこれが何百円かお金かかるっていうことは、まあええか。吹田茨城、こっちか、こっちか。接費です、接費。混んでる？混んでないか。吹田で降りるんか？降りるんやろな。多分。そっから先行ってもしゃあないもんな。こっからが混んでる。モノレールや。未だかつて乗ったことのないモノレール。今日もあれやな。渋滞との戦いやな。やっぱ地方へ行かなあかんな。大阪近辺やと。
ほんま渋滞との戦いやわ。明日にしようかと思ったけど、明日天気悪いんやろ。天気予報もそうやったからさ、休み取ったけどあかんなと思っとったんや。ここへ入ってくるんかいな、こいつ。なんかあんの、こっち行ったら。これや、多分なんかのワープ道やろ。このショートカットはちょっとぐらい早なったんやろか。ショートカットはちょっとぐらい早なったんやろか。あと6分やけど、もうそこやで。警察行くやったらちょっとドキドキすんな。おまわりさんに逮捕されたらどうするの。やめとこう。こんなとこ回るんか。こんなとこ回る知らん。だから Google 先生はこっちを進めてるから。これやな。ん、なんか裏に出るとか言うんじゃん。まさかの裏、そんな気がするんやけど、ちゃうんかな。これやろ。そのとこ入れるとこないやろ。どれ。お、身の警察どこ。ここ。え、ちょっと待って、あっこにパトカー止まってくれ。ちょっと待って、向こうちゃん、分かれん。ちょっと待って、Uターンします。ここやんな、多分これやろ。あ、入れるやん、こっから入れる。あ、あった。なんでやのよ。まあまあ、おかしなこと言うな。はい、降りて。はい。10時34分になったで。通行許可証なんかもらうの生まれて初めてやな。乗ってください。じゃあカツオに行きます。行きます。
か、あと 1.5 キロ、こっからが二輪通行止めやねんな。こっからが二輪通行だな。この辺に止めたらあかんの。バイク通駐輪負荷、この辺止めとこうや。はい、うん、バイク駐輪負荷って書いてあったもんな。え、第一も書いてあったよ。うん、まあどこなと止めてもええけどさ。お、あかんかん、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、そやね、逆向きの方が良かったかな。まあいいか、反対やな。こう止めよう。まあいいやろ、到着や。狙いの人やな。反対赤マイルもあるのか。でもここは観光特化で。こっちやろ。いや、あるやん、先ダルマ、あるか。なんかここにも勝ち運祈願のご案内。お迎え地蔵様。なんでもあるやろ、こうやって見たら。役立つもんな。あれやで、スモーク炊いてないんかな。ここもわもわとスモーク炊いたわけ。スモーク炊いてたいな。噴水があったり、もう観光地やで、一大アミューズメントとか。お手洗い。行こうか。ご飯入れてくれるんやったら行ってくる。うん、いや別にしたくないんやったら行かんのやで。いや、ちょっとぐらいはしたいか。ちょっとぐらいやったらもう帰りでええやん。まとめてたって言って。パパもちょっとぐらいはしたいから。ああ、もういいとこ、いいとこ。いやいや、だけど帰りでいいよ。どういうルートでもある。もう買ったんだ、おすすめルート。いや、広いよ、俺買って。来たんだろ。一回来たよ。
もうおすすめをルートは本土を行って横で御朱印持って帰ってくるのかも。まあだけどこっちやわな、どう考えても比叡の輪出入り口ってあるで、あれくるくる回ってた比叡の輪、もう全部行きたいんやろこれ。くるくる回ってさ、ああくるくる回るだけ、回るだけなんかよう分かれ、椅子に座ってなんかするの、ああうまいか。周り7周7周もまた目回るで、誰もおれんかったやってもいいけど、あんだけこと何してるんか分かんないなって、だるまさんがいっぱいおる、なんかだるまさんが気になったな、前来た時なんかもっと来てなかったよな、うん、なんかだるまさんも変わったんちゃうかな、こんなだるまさんやったら、まあそんな言うほどなかったんか、あっこもなんかあったけど工事中やな、うん、する？こういうの餌やりとかさ、花の茶屋が やってるけど霊園やろ、弁財天は来たやろ、なんもないな、そんな言うほどなんかもなかったんか。ほんまやな、誰みんな同じ顔やで、いやあっちはちょっといかついやん、こっちはなんかなんとなく可愛らしい、うん、言わない、これ梅か桃かどっちやい、え梅か桃かどっちやって言えへんな今回は、うん、梅の木じゃないやろこれ、知らない。金はつけたかな、ここ疲れへんな、なんかつける疲れへんっぽいな。なんか50回忌で終わるの年季法要で、知ってる人がおるような分がそもそも、あ出てないな、前ここ水で取ったで、そういや共通者が全滅やな、あっちこっち、知らん、そら係の人が並べてるんちゃう、勝手に並べてるんちゃうやろ多分、そうやろ、なんで、なんでここちゃんなんだろう、あ、お砂踏みやで、もうお砂踏み全然回ってきたもんな、お砂踏み、
記念をお願いします。はい、あ、入れてください。はい、はい、すいません、お待たせしました。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。別にあの見るとかみんな見てきたな、うん、だからあれも氷っていうやつ、ここも何かあったはず。おかえりこって書いてあったよ。第5番霊場に帯同。多方堂がこれやろ。行けへんの？行きたんじゃの、なんでこの人はもっとも減らしてるかも。あんまり行ける人が多い。トイレがあるのとかあれトイレやろ。うん、あっこはっち。なんか今日はスモーク焚いてないんやな。何がいいの？まあ、衝撃的やったからさ。もうもう。瞬間からに3回言うてまだ言うてるかと思って。だってあのスモーク、端の下からもくもくスモークで来るのがもうめちゃくちゃ衝撃的でさ。ここはなんかのアミューズメント、あの、あれかと思ってさ。あれはびっくりしてん。なんか花が咲いてるときは綺麗なのかな、うん、なんかたくあん、これ桜っぽいな。帰り道の方がえらい遠回りさせられるんじゃん。ここでお昼ご飯を食べようと思っとったらもうここはもうやってなかった。土産物屋をやってるみたいだな。飲食は提供しておりません。もうそこまでちゃんと食べてんね。パパいらない。あ、トイレ行かなかな。向こうもらうのかな。
到着、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 着と。ちょうど12時やな。本当はここ、勝王寺は11時35分出発予定から25分遅い。で次があれや、石山寺や。ここでお昼ご飯食べるから、まあここで1時間、90分撮ってるから1時間半撮ってるから、ここも石山寺も結構テクテク歩いて見るとこあって、上まで行こう思ったらめっちゃしんどいけど行く。ちなみにまあまあ行ったらええと思う。だからいっぱい時間取ったんだけど、よし、まあそこでお昼ご飯食べよう。あれ Google マップとか行った、あれあった、ドーンと行くで。ここまで行くんやで。ちなみに石山寺、ここ琵琶湖やからな、今ここやからな。そうや、滋賀県まで行くんやね。これかな、これちゃう、ここか、石山寺、これやな。石山寺っていう、はい、観光駐車場、ここへ行く。なこの辺行ったら分かる。そうやナビ開始。53分、高速乗るな。よし行こう。よっ、12時2分になってもらった。3時27分遅い。乗って、はいよ。じゃあ出発します。あ、じゃよし、なんかあっこにバイク止めたらあかんかったみたいやわ。お声かけくださいってちゃんと止めるとこ押しますって言うとったわ。まあっていうことで次は、そんなこと書いとけ言うねんな。